今大会悔いのないように楽しみたいと思います。モブズです。武道を始めてまだ1年で、初めてのことばかりですが、怪我がないよう頑張ります。変わります、変わります。思い切り切ってきたらスパーッと突き刺して終わる。なるほど、それ東京ドームの地下でやりましょう。それはダメです。ナイフでね、明るいところで、ナイフで防御するとね、あ、結構いいです。ナイフにはナイフで防御する。今みたいに本当蹴ってきたり投げてきたら、殴ってきたらそのまま突き刺すよ。相手を突き刺すといけない。徐々に徐々に終わらせるんです。もう蹴ってきたら突き刺して、殴ってきたら突き刺して、徐々に徐々に終わらせて、ゆっくり見計らってゆっくり最後取ります。はい、次です。はい、アウトです。そういう戦い方があるけど、この勢いよくやってたらね、はい、ならない。確かにですね。そうですね。勝負の強さっていうのはちょっと分かってるといいなと思うんですけど。リアルなやり方が見つかるとより発展しそうですね。ちょっとだから俺たちがもしナイフ持ってやろうとしたら、ああもならない。偽物でも。動かない。うん、でももうちょっとちゃんとする。生の死がかかってる。そうですよね。1対1となります。決着しませんでしたらね。判定になります。判定だ。判定です。はい、判定します。皆さんも無実をやったら、そういうのじゃないですか。